1938年頃、東京帝大時代のユタニユタニケイキチは、日本のアマチュア野球選手。東武雄や梶原秀夫と並んで、東京大学野球部史上の、名投手、サンバガラスと呼ばれる人物の一人、1943年11月26日、満州共産で戦死、野球伝道博物館の、戦没野球人モニュメントに刻まれている。 鳥取県鳥取市出身、元衆議院議員の湯谷義春はおじ、ご副賞、湯谷節ことの四、男として出生、鳥取市中、一郎時代は、東京府立市中保守家在籍、旧制一校を経て、1937年、東京帝国大学法学部入学、定大野球部で活躍。富1972年2月1日の3日に、野球評論家、 近藤忠康により連載された、プロフェッショナルのコラムに、湯谷慶吉のことが紹介されているので一部、抜粋する。広瀬健造編集1957年10月10日発行。日本の野球発達史によると、名投手サンバガラスの戦績は、東武雄15勝36敗4分け、梶原秀夫4勝14敗、湯谷慶吉4勝25敗6分け。 定大は1925年5月1日、駒沢球場での対民大1回戦で6から3で、負けて以来、太平洋戦争で、東京六大学野球が解散する1942年10月25日、神宮球場での対法大1回戦に6から0で、負けるまで引き分けを除いて62勝268敗実に、勝率1割8分8厘しか残していない。 こういう背景の中で3人は投げたのだから、名投手と言われながら負け数が多いのは仕方がない。特に、ユタニ・ケイキチが投げた時の1937年から1939年3年間の、定大の平均打率は1割8分6厘と6、大学中最下位であった。ユタニの真面目な性格を示すエピソードがある。1934年8月19日。 西京国球場で行われた第28回1、交代3公定期戦で1校は19対0で勝った。別表のスコアでもわかるように、1校は3回終了時点で14点を入れ99%勝ちをものにした。しかしユタには手を抜かない。1953年4月1日発行、1校3校野球選手によると、次のようになる。4回表5番、中村春を一類手 6番、東松直保守。7番、池垣義行二類守。三者枕を並べて、三振に倒さる。8回表4番、丸尾松太郎と、五郎。5番、中村三五郎。6番、東松三振、9回表7番、池垣二五郎。8番、福田正一右翼守。9番、上野静雄三類守大打棒ともに三振にて、ゲームセット。要するに十九点の得点を背にしながら、ゆたには、 最後の大打棒に至るまで汗水垂らして投げていたので、ある。第28回定期戦零零0 0 0 0 0 0 0 1十4 5 5 3 1 x 1 9 1 9 4 0年に、東京帝国大学卒業後、日本工業銀行に入校したが同行に勤務中、陸軍少尉として、王将、1943年11月26日、 満州共産で戦死した28歳、ユタには、東武雄梶原秀夫と並んで、帝大野球部の名投手、サンバガラスと呼ばれている。3人とも右ピッチャーであり、身長は、それぞれ181センチメートル、178センチメートル、180センチメートルと、当時の東京六大学野球ではずば抜けて、背が高かった。帝大が勝率が極めて低い時代に、 ユタに4勝25敗6分け、東15勝36敗4分け、梶原四4勝14敗と、立派な戦績を残している。そして3人とも太平洋戦争で王将されて、戦死内視戦病死している。東は、フィリピン、ミンダナオトータロモにあった、大田工業に勤務、さらに海軍食卓として、現地で軍服を着たが、戦争の終わった1945年11月2日、 ミンダナオ東ダバオ州にあるダリアオン収容所で病死。カジワラは住友金属に勤務、陸軍商位として北市に渡ったが1943年夏、胸部疾患のため大阪陸軍病院へ搬送後、同病院で先病死した。ありがとうございます。